滝沢秀明とイインプがタイで大成功チンポドケス・チューディオ「ハッシュタグパップキクレス」出演の舞台裏滝沢秀明とインプがタイで新たなファン層を獲得異国での成功の秘訣滝沢秀明会長が率いる音楽グループインプがタイで注目を集めているこの話の背景には一人のプロデューサーとそのチームが挑戦を通じて成長し異国の地で愛されるまでの物語がある 滝沢秀明会長は、タイで行われたゲーム番組、エイチンポドケス,スチューディをハッシュタグパップキックレスに参加するために、インプを引き連れてタイへと向かった。彼の目標は、タイのファンにもっとインプを知ってもらい、その音楽を楽しんでもらうことで、ファン層を広げることだった。滝沢会長は、タイの市場に対して大きな関心を寄せており、そこには新しいチャンスが潜んでいると確信していた。 滝沢会長とインプメンバーがタイに到着すると彼らは温かい歓迎を受けたタイのファンは彼らが出演する番組「エイチンポドケス,スチューディオ」「パップキックレス」に対して強い関心を持っておりその結果会場は熱気に包まれた防音の部屋からは時折笑い声が漏れ聞こえてきたメンバーたちは楽しそうにトークを繰り広げており その姿はファンにとっても喜びの瞬間だった。特に、影山拓也くんがファンと目を合わせ、手を振る場面は、多くのファンの心に深く刻まれた。タイへの移動や番組収録は決して容易なものではなかったが、メンバーたちは常に笑顔を絶やさず、そのプロフェッショナルな姿勢にファンは感動した。特に、影山くんとの交流を楽しみにしていたファンたちは、 直接彼に会うことができて感激の涙を流した。タイのフェスに出演するために努力を重ねてきたインプメンバーには、感謝の気持ちが尽きない。ハッシュタグパップキクレスハッシュタグ IMP。ハッシュタグエイチンポドケス,スチューディオのハッシュタグが SNS 上で飛び交い、横原祐貴くんのカリスマ性に圧倒されたファンたちの投稿が続々とアップされた。彼の魅力的なパフォーマンスと親しみやすい人柄は、 タイのファンだけでなく日本のファンにも新たなインスピレーションを与えた。特にエリコちゃんの投稿は、現地での様子をリアルタイムで伝え、多くのファンから称賛を受けた。エリコちゃんの動画には、横原くんがファンと親しく交流する姿や、フェスでの生き生きとしたパフォーマンスが収められていた。彼女の投稿を見たファンたちは、まるで自分がその場にいるかのような臨場感を味わい、感動の声を上げた。 えりこちゃん、素敵な動画ありがとう。ぶくまして何回も見させてもらうね、近いね、すごい、といったコメントが相次ぎ、その興奮は収まることを知らなかった。滝沢会長の戦略は見事に成功し、インプはタイで確固たる地位を築いた。彼らの音楽は、国境を越えて多くの人々に愛されるようになり、その影響力はますます広がっている。滝沢会長のリーダーシップと、 メンバーたちの努力が結実し、タイでの活動が新たなステージへと進むことができたのだ。この成功の裏には、多くの努力と挑戦があった。滝沢会長は、常に新しい市場を開拓し続けることの重要性を説いており、今回のタイでの活動もその一環であった。彼は、インプのメンバーに対しても高い期待を寄せており、彼らがその期待に応えるべく一丸となって頑張っている姿は、 多くのファンに感動を与えた。タイでの活動を通じて、インプはさらに成長し、新たなファン層を獲得することができた。この経験は、彼らにとって大きな財産となり、今後の活動においても大いに役立つことだろう。滝沢会長のビジョンとリーダーシップ、そしてメンバーたちの努力が一体となり、この成功をもたらしたのだ。彼らの成功は、 他のアーティストやプロデューサーにとっても大きなインスピレーションとなるだろう。新しい市場に挑戦することの重要性を示し、常に前向きな姿勢で取り組むことの大切さを教えてくれた。この物語は、挑戦と成功の証であり、多くの人々に勇気を与えるものである。そして、彼らの次なる挑戦がどこで行われるのか、ファンたちは今から期待に胸を膨らませている。次なるステージでも、 滝沢会長とインプがどのような活躍を見せてくれるのか、目が離せない。ファンたちの応援とともに、彼らの冒険は続いていく。新しい市場、新しい挑戦、新しい成功。そのすべてが、滝沢会長とインプの未来を彩る大切なピースとなることであろう。タイでの活動を成功させた滝沢秀明会長とインプのメンバーたちは、新たな挑戦に向けてさらに精進していた。 彼らの次なる目標は、アジア全体における認知度の向上と、より広範なファン層の獲得だった。この目標を達成するために、彼らは新しい戦略を練り上げ、さらなる努力を重ねていった。次なる挑戦の一環として、インプは東南アジアツアーを計画した。シンガポール、マレーシア、インドネシアなど、様々な国での公演が予定されており、 それぞれぞの国でファンとの絆を深めることを目指していた。このツアーは、彼らにとって大きな挑戦であると同時に、成長の機会でもあった。ツアーの準備は、細部に至るまで綿密に計画された。各国の文化や風習を尊重し、現地のファンが楽しめるような工夫が凝らされていた。例えば、現地語での挨拶や、伝統的な衣装を取り入れたパフォーマンスなど、 ファンに親しみを感じてもらうための努力が随所に見られた。滝沢会長は、こうした細やかな気配りがファンとの絆を深める鍵であると信じていた。ツアー初日、シンガポールでの公演が幕を開けた。会場は熱気に包まれ、期待に胸を膨らませたファンたちが詰めかけた。インプのメンバーたちは、その期待に応えるべく、全力でパフォーマンスを繰り広げた。特に、 現地語での挨拶や、シンガポール特有の文化を取り入れた演出は、ファンから大きな歓声を浴びた。彼らの努力が実を結び、シンガポールでの公演は大成功を収めた。次に訪れたマレーシアでも、インプの人気は衰えることなく、会場は満員御礼となった。ここでも、彼らは現地文化を尊重し、ファンに親しみを感じてもらうための工夫を凝らした。マレーシアのファンたちは、 彼らの温かい心遣いに感動し、さらに強い絆を感じることができた。滝沢会長の戦略は、ここでも見事に功を奏し、インプはマレーシアでも大きな成功を収めた。インドネシアでの公演も同様に、現地のファンから熱烈な支持を受けた。彼らのパフォーマンスは、言葉の壁を越えて多くの人々に感動を与えた。滝沢会長は、ファンとの交流を大切にし、 彼らの声に耳を傾けることで、より深い絆を築くことができると確信していた。こうして、インプは東南アジア全体での認知度を飛躍的に高めることができた。ツアーを通じて、インプのメンバーたちはさらに成長し、新たな経験を積むことができた。彼らは、この成功を糧に、さらなる挑戦に向けて進んでいった。滝沢会長のリーダーシップと、 メンバーたちの努力が一体となり、新たな市場での成功を手に入れることができたのだ。この成功は、インプだけでなく、滝沢会長にとっても大きな意味を持っていた。彼のビジョンとリーダーシップが、グループ全体を新たな高みへと導いたのである。彼は常に、新しい市場を開拓し続けることの重要性を説いており、その信念が今回のツアーでも証明された。インプの成功は、 他のアーティストやプロデューサーにとっても大きなインスピレーションとなった。彼らは、滝沢会長の戦略とリーダーシップを学び、自らの活動に活かすことで、さらなる成功を目指すことができるだろう。新しい市場に挑戦し続けることの重要性と、そのために必要な努力を教えてくれたこの物語は、多くの人々に勇気と希望を与えるものである。ツアーを終えたインプは、日本に帰国し、 新たなプロジェクトに取り組み始めた。彼らはツアーで得た経験を活かし、さらに進化したパフォーマンスを披露することを目指していた。滝沢会長の指導のもと、彼らは常に成長を続け、新しい挑戦に向けて邁進していた。